今回はですね、これ見てくださいよ、もう睡蓮の園がね、まあ、9月上旬の様子なんですけど、この有様ですよ。もう完全に崩壊しましたよ、睡蓮の園。まあですよね、これ葉っぱもボロボロ、葉っぱも枯れてきてる、花もボロクソ食べられてる、えぐいですよね。これもう完全にね、睡蓮の園崩壊しました。ちょっとね、ちょっと油断した隙にもこれですよ。ちょっと目離したらもうこんな感じでね、ひどい感じになってきました。まあもちろんね、犯人はというとですね、前の動画でも紹介してるんですけど、これはねまだ植え替えて、綺麗なやつなんですけど、まあ最終的にはね、この状態に持ってきたいんですけど、犯人がね早速いますね。見てください、これこの食った跡がこんな感じでね、枯れちゃうんですよね。表面の葉っぱを食って、その下がね枯れちゃうって感じですね。まあ犯人はね、この前の動画でも紹介しているハスモン与党なんですけど、まあ、これがですね、まあ、この時期ですね、大量発生してですね、まあ、メダカと比べてもらって分かると思うんですけど、結構ねでかいんですよね。こいつが本当ねもう食い荒らしちゃってですね、こんな感じでこっちにもいますね。こっちがまだ修例の1個前ですね。今指で持ってたのが修例幼虫ですね。こっちがまだ修例の1個前ぐらいの段階かな。大きさ的にね分かると思うんですけど、こいつらのせいでですね、もう睡蓮農園がねほぼ壊滅状態に今なってます。こんな感じで大きさ比べてもらうと分かると思うんですけど、めちゃめちゃ違いますね。ちっちゃいのとね大きいの差が分かると思うんですけど、このでかいのもねほんとね、めちゃめちゃでかくてですね、睡蓮の葉っぱをほんとですねもうめちゃくちゃ食べるんですよ。もうびっくりするぐらい1日でかなり食べちゃう感じで、これほんとね多分1週間前とりあえず3日4日前ぐらいまではまだそこそこね綺麗だったんですよ。そこまでこんなやられてなかったんですけど、3日4日空けたらもうこのありさまですよ。これはねさすがにちょっと対策しなきゃいけないなってことでですね、今回はですねこの崩壊した睡蓮農園を、なんとかね回復立ち上げしていこうと思います。まあやり方としてはですね、もうひたすら手で取るしかないですね。であとはもうこのボロクソに食われちゃったので、もう食われちゃった葉っぱを除去しつつですね、もうこんな感じで結構パンパンになってて、まあ植え替えシーズンってこともありますので、まあ植え替えしつつ古い葉を除去しつつ、まあその除去してる時に出てきたねハスモン用途をもうひたすら除去手で、していくっていう感じですね。なんでまあ植え替えの様子とかね、まあハスモン与党の除去の様子、まあその植え替えついでにね水替えとかもねしていこうと思います。これ見てください、これ夜咲きの熱帯睡蓮もねほんと大好物で、夜咲き熱帯睡蓮はめちゃくそ食べられますね。こっちのペインテッドレディもかなりやられてたので、とりあえずやられた葉っぱを切ってですね、こんな感じでだいぶ透かしました。でハスモン与党は除去して水替えもしました。こっちのラインタイも同じようにやられた葉っぱを除去して、その除去しつつハスモン与党を完全に駆除してですね、まあ食われたとありますけど、あとはもうついでにですね水替えを全部リセットしました。全特化ですね。まあ本当はそのタイミングでね植え替えもすればいいんですけど、なかなかね忙しくてそのタイミングがなかったので、とりあえずあともう植え替えだけすれば OK っていうね、こんな感じの段階にしておきました。なのでこの後ねこの辺のラインタイとかペインテッドレディですね、この辺株分け植え替えをね9月中にしました。でこっちもねまたひどいんですけど、これ今まあついでに水替えとかもしてるんですけど、これ見てください、これ睡蓮入ってるんですよ。これねマニレットが植わってるんですけど、これ多分ね水葵か小なぎが出てきちゃう、多分水葵だと思うんですけど、いっぱい出てきちゃってもうマニレット占拠してて、なおかつそこにハスモン与党が取り付いて、ハスモン与党が葉っぱを食い荒らしちゃって、半分枯れてる状態というようなねカオスな状態になってるので、このマニレットがねさすがにかわいそうなので、このマニレットもね今回、リセットしていきたいと思います。この睡蓮のね種がいっぱい落ちてですね、これピンクシーズンの、ね、種が結構もう発芽しててねいっぱい出てるので、まあ、この辺はね一部回収しました。今戻しましたけど、ちょっと一部回収してピンクシーズンのね種もうちょっとね育てていこうかなと思います。ピンクシーズンと何かが掛け合わさったやつだと思うんですけどね。まあこんな感じで水替えですね、もう秋の水替えもしつつリセットですね。これ先ほど言ってたマニーレッドなんですけど、見てください、これ多分水葵ですね。水葵がねどっからともなく出てきて、こんな感じで占拠しちゃってますので、まあもう水葵は初物ともね出てきましたね。これなんかお亡くなりになってますね。水葵は除去して、もうマニーレッドだけにします。なのでとりあえず、この水葵抜き作業、あとこのくっそ汚い水ですね、これもね取っ替えていこうと思います。やばいっすよねこれ、見てくださいよ、
すごいことになってますね。葉っぱもねボロクソ食われてますね。でとりあえず水あおいを除去するとこんな感じで、いっぱいね、脇芽が出てるので、これも株分けして植え替えしていきます。これ除去したね水あおいですね。すごいですね、めっちゃ大量にあります。まあこの水あおいもね、まあ一応水草なんでね、とりあえず別のところの、ね、水草のたらにね放り込んでおきましたけど、かなりね大量に生えてきてます。これねマニーレッドすごいことになってますね。でここのね株分けしたハスモノといいますね、株分けしたマニーレッドはちょうど今ヤフオクで出品してるやつで、今出品してるマニーレッドが今期は多分最後かな。この株分けしたマニーレッドは最後です。こんな感じでね株分けしてきます。でこんな感じでまず食われた枯れた葉っぱを除去して、あとはこの脇芽ですね、こちらをね株分けしていきます。最近ね販売してたマニーレッドはですね、この株分けした株なので購入してくださった方ありがとうございます。こちらね今ちょうど株分けしてるマニーレッドですね、これですね、この辺が多分ね皆さんのとこに行ったと思います。こんな感じですね、この辺のやつですね。でこのねめちゃめちゃでかいやつ、これは親株ですね、これは我が家で植えていきます。これめっちゃ立派じゃないですか、これこの100均のコンテナにもいっぱい目いっぱいね成長してます。まあでもねマニレットはねそこまで伸びる品種じゃないので、そこまで伸びてないですね。どっちかっていうとこの根茎がね太くなる品種ですね。なのでこのコンテナでもね十分、がっつり、栽培できますし、もう一回りぐらいね小さいやつでも全然ねいけます。ただねやっぱね容量が大きい方がですね花上がりとかね花つきはいいですね。こんなちっちゃい、やつでもねつぼみとか出てますね。この辺の大きめサイズはもう結構ね皆さんとか販売してきましたね。今ラスト一株ですね、今週末土曜日に終わるやつがこの株分けしたやつの、最後の、株になりますので、ぜひぜひ気になる方はねヤフオクカズのメダカセレミオトブ検索してみてください。であんな感じでマニーレッドは植え替えしました。でこっちはねサイアムピンクムーンですね、こっちもねボロクスやられていましたね。マニカムはもうすでにね植え替えました。で水もね見てください、この真っ黒、めちゃくそ汚いですよね。それでもねあんな感じでちゃんとねメダカたちは生きててくれてますので、さすがにねかわいそうなので、もうリセットついでにね、リセットついでじゃない、まあ植え替えついでに、フルリセットもしていきます。ここマニーレッドあったとこですね、マニーレッドのとこもフルリセットしました。ビオリシャスはもう結構前にねリセットしてます。まあそんな感じです。まあ、結構ねやられてるとことやられてないとこがありますね。でこちらがね先ほど言ったサヤムピンクムーンなんですけど、もう完全に多分こっちから植えたんですけど、もうこっちの壁ドンですね、完全にこの、50-60cm ぐらいの、ね、プランターに激突してます。でこっちが、これですね、マニーレッド、先ほどのこのめちゃめちゃでかいやつをがっつり切って植え付けました。こんな感じで、ね、ちっちゃいつぼみも出てますが、まあこのつぼみはね多分咲かないでしょうね。もう葉っぱもね結局ボロクソ食われちゃったので、ほぼほぼ取っちゃいましたね。綺麗な新しい、まだ水中に展開してない葉っぱ、水上に展開してない葉っぱが2つだけ残って、3つだけ残ってる感じで、こんな感じでかなりねさっぱりしましたね。さっぱりどころじゃめちゃくちゃすっきりしましたね。でこんな感じで9月上旬ですね、マニーレッドを植え付けて綺麗に、ね、さっぱりして、植え替えました。マニーレッドはね開花が早いので、今や、まあ、9月上旬にやっとけば来年の春ね、早く咲いてくれると思います。でこっちの今空いてるところに先ほどのサイアムピンクムーンですねを、植えてきます。で株は植えてきますね、沈めてきますね。でこっちの、たらいもね新設しました。こっちのたらいも何個かね新しく置いて、ここにですね先ほど紹介したサヤムピンクムーンですね、あちらとか、まあ他のさっき言ってたラインタイとかペインテッドレディですね、あの株分けしたやつをどんどんねあっちに沈めていこうと思います。この辺もね穴だらけなんですけど、一応ねリセットしました。綺麗にね全部水替えして、入れました。で穴だらけの葉っぱはある程度除去しました。これでもね除去したんですよ。でこの辺のラインタイとかねペインテッドレディも今後ね植え替えてって、まあ親株はこっちに入れて、株分けしたやつは先ほど、新たにね設置したところにね入れていこうと思います。見てください、サヤムピンクムーン、これ株分けした、これはね多分親株ですね、めちゃめちゃ長いですね。こっちは多分ね株分けしたやつなんですけども、こんな立派なね小株じゃないってぐらい小株ができてますね。であと他にもできた、まあ、株分けしたちょっと小さめの苗とかは、今ヤフオクで販売中です。多分ねもうラスト一株か二株ぐらいかな。サヤムピンクムーンはね新しい品種でまだねそんな出回ってないので、ぜひねヤフオクで覗いてみてください。まあ、先ほどね苗をカットして、まあ、植え付けていきます。
まあ、あれもね結構長く伸びてたので、カットします。でこの辺が夏場上旬に植え付けたね、ムカゴナエが開花してますってやつ、多分ねこの1個前の動画ぐらいでねいっぱい咲いてるのをアップしてると思います。これがね多分初めて咲いた時かな、夏8月に植え付けても9月にはね咲いてますね。でこちらが、あ、これはね、サイアム桜ですね。サイアム桜も、ちょっとねもうパンパンだったので植え替え&水替え&、食われた葉っぱの除去って感じですね。これですね、サイアム桜ですね。入ってたのはサンセット極み流です。見てください、このボロクソにやられてる葉っぱ、本当にひどいですよね。まあもう重すごいですし、まあ水もね汚かったのでまたね、フルリセットしてきます。であとね植え替えと株分けもしてきます。この辺とかねボロクソ食われてるので、こういうね食われてる葉っぱはもうどんどんね取っちゃいます。この辺もどんどんカットしちゃって問題ないですね。葉っぱね結構ね取っちゃってもね、意外とまだこの時期だったら、まあこの時期っつってもちょっと時差がありますけどね、まあ9月とかだったら全然取っちゃってもまだあったかいのでバンバン生えてくるので全然大丈夫です。まあ10月もまだ植え替えは自分とかねやってるので、まあ、10月上旬、あ、これ種もできてますね。10月上旬中旬ぐらいはね全然問題ないです。これ種ですね、サイアム桜の種ができてます。この種どうしたかな。サイアム桜のね種とかもね結構どんな花が咲くかね楽しみですよね。でこっちがねブリーディングハートの方なんですけど、見てください、これ秋麗幼虫のねハスモンヨトウがこんなに大量に取れましたよ。こっちもねボロクソ食べられてるんですよね、ブリーディングハート。まあこっちはどっちかっていうとこのルドビジアとか水草をねめちゃくそ食べた感じですね。とりあえず水がこいつら嫌いなので水没させるとこんな感じで、水没させると浮いてくるので、これもねある種探すってですね、この水上に住んでる割に水苦手で水につけるとねすぐ出てくるんですよね。なんでこんな感じで一通り全部葉っぱも水草も沈めると、あんな感じで浮いていきますね。またね種類幼虫いましたね。なんであのでっかい種類幼虫がね4匹もねこの中に潜んでました。まあそりゃ食われるわなって感じですね。でねこのペインテッドレディとかも、植え替えました。そしてですね後日、先ほど今のが12日ぐらいなので、まあ、約ね2週間後ぐらいの様子ですね。こちらペインテッドレディ植え替えてもう新しいね葉っぱも展開してきました。もう無事ね根付いた感じかなって感じですね。まあ2週間ぐらいでねほんとこんな感じで、かなりね成長してきてくれます。こっちはラインタイですね。こっちもなんで植え替えてリセットしてねもうほんとね綺麗になりました。なんとかねこれでねハスモンヨトウも一通りリセットしてねこんな感じで除去すればね、だいぶ、被害がね収まったと思います。こちらサイアムサンストーンですね。でこちらがねさっき言ってた、新しくね増設した方で、こっちがね株分けしたサイアムピンクムーンとか、ラインタイペインテッドレディ、その辺がね、奪ってます。なんでこの辺はねもう来年がっつり販売してきますので、ぜひぜひ、楽しみにしててください。こちらもねサイアムピンクムーンですね。こちらも植え付けました。もうこんな感じで葉っぱ展開してます。9月下旬、まあ2週間ぐらいね、経って、でこっちのパラニーもですね株分けしました。こちらのパラニーとかもね、今ラスト出品かな、おそらく出品してます。ブラッシングブライドもこっちもね鉢増ししてリセット、したりしました。まあこんな感じでね、水蓮農園かなりねハスモンヨトウにやられたんですけど、なんとか、頑張ってね、リセットしました。あ、これ前紹介した、植え替えしたもう丸坊主だったペリズファイアオパールですよ。これもハスモヨトウにね、食われてもう丸坊主の状態で植え付けたんですけども、あんな感じでね葉っぱいっぱい展開してきました。マニーレッドもねあんな寂しかったのに、こんなね葉っぱ展開してきたんですけど、これがねまたねやられてるんですよ。これ見てくださいよ、第2陣がいますよ。こんな感じでハスモヨトウちっちゃいうちはこんな感じでまとまって大量にいるんですよ。こんなちっちゃいのが、これが先ほどのめっちゃでっかいのに成長していくんですよ。もう食われてますよ、もう最悪ですよ本当。せっかく除去したのにまたこれですよ、もうまた除去しますということでね、なかなか大変なこともある水蓮農園ですが、ぜひね、応援してくれるよっていう方はですね、グッドボタン、チャンネル登録、またねヤフオクで水蓮購入してますので、そういうとこでね、購入してくれたら、励みになりますし、購入していただいた資金はですね、こちらの、ね、水蓮農園の拡大の方にね注ぎ込んでいきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんまたまた応援の方をよろしくお願いします。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。
本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね、ヤフオクで数連水生植物購入してくださった方もありがとうございます。まだね、ヤフオク数連販売してますので、ぜひね、ヤフオク数のメダカ数連ビオトープ、検索してみてください。またね、SNS 等でね、開花報告や購入報告してくださった方もありがとうございます。また、大阪の箱庭物語さんでですね、自分とこの数連販売してますので、ぜひね、お近くの方は足を運んでみてください。箱庭物語さんの住所等ね、リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ、覗いてみてください。ではまた。